岡山でシェアハウスを楽しむ女性たち。話題はいつもイオンモール岡山で出会った女性を彩るアイテムばかり。今回のダイアリーに描かれた素敵なアイテムとは？しずくちゃん、何やってるの？今日ブランケットを買ったから、そのことを日記に書いてるんだ。アメリカのペンドルトンっていうブランドなんだ。素材がコットン 100% で触り心地がいいの。そうなんだ。どこで買ったの？ゼットクラフトっていうお店で買ってきたんだ。海外のブランド品をたくさん取り扱ってるお店だよ。中四国で唯一の店舗となるZクラフトイオンモール岡山店。本物だけを世界からをコンセプトに、海外からブランド品を並行輸入して安く取り扱っています。ブランドの数は70種類以上、およそ3500点の商品があります。中でもラルフローレンの T シャツが人気。またアパレルなどのオリジナルブランドも展開しています。いいな、私も欲しくなってきちゃった。実は日頃からお世話になってる花ちゃんに綺麗な食器を買ってきました。はい、プレゼント。え、ありがとう。これイッタラの食器じゃん。え、しかもいろんな色がある。水滴のような模様が可愛いね。前から欲しかったんだ。ありがとう。女性人気も高いイッタラ、どんなブランドかというと、北欧を代表する食器ブランドです。1881年にガラス吹き職人がガラス工場として創設しました。著名なデザイナーと熟練したクラフトマンがコラボし、生み出された製品のデザインは幻想的な一品です。美しいフォルムで使いやすく、素材を超えた色の組み合わせを無限にお楽しみいただけます。本当にありがとう。大事に使うね。花ちゃんが喜んでくれてよかった。今度しずくちゃんにも何かプレゼントするね。あ、そうだ、私もこのこと日記につけてもいい？もちろん。インテリアコーディネートに詳しい戸板女子短期大学の新井教授によると、イッタラのデザイナー老場戸一家によるデザインで世界的に有名な食器です。冷たい料理を表面の水滴の模様でよりみずみずしく感じさせてくれるそうです。有名食器を普段使いするというステータス感が心理的な贅沢感を満たしてくれるのではないでしょうか。晴れ待ちダイアリー、次回もお楽しみに。OHK ではイオンモール岡山の情報をインスタグラムで発信中。大晴れライフで検索してフォローしてくださいね。